ドジャース、大谷翔平投手とレギュラーシーズン最終戦まで首位打者争いを繰り広げた、パドレスのルイス・アラエス内野手が胸中を撃破している。米全国紙、USA トゥデーのボブ・ナイチンゲール記者によれば、今回のは大変だった。昨夜は眠れなかったよ。僕は人間だからね。首位打者について、考えたくはなかったけど、すごく考えてしまったよ、と話していると報じられている。 さらにアライスは大谷について、彼はいろいろ違うことができる。彼は普通の選手とは違うんだよ、と言及したが、自身の打率が上回ったままフィニッシュし、彼も人間だからね、と安堵の表情を浮かべた。アライスはこの日、敵地でのダイヤモンドバックス戦で3打数1安打。打率百十四に上げた。大谷は敵地でのロッキーズ戦で四打数一安打で打率。 310となったため、アラエスが3年連続の首位打者をほぼ手中に収めた。同記者によれば、アラエスは首位打者へのプレッシャーだけではなく、試合前時点でシーズン200安打にあと1本と迫っていたこともあったと言及。アストロズのホセアルトゥーベ内野手が2014年から2017年に4年連続200安打を達成して以来となる、2年連続200安打にたどり着いた。 主位打者争いでは、リーグ3位の打率304を記録しているブレイブスのマルセルオズナガイ野シが30日、同10月1日、ニメッツとのダブルヘッダーを残しているが、打率314を追い抜く可能性は極めて低くなっている。